こんにちは。プロジェクト挑戦者の関山薫です。私は高齢期の認知機能を維持するライフスタイルについて調べている心理学者、認知神経科学者です。今回のプロジェクトでは、物忘れが気になる方がダンスに取り組むことで認知機能やメンタルヘルスが改善するかを調べます。75歳以上の人の趣味で認知症リスクを低減する効果が最も高いのはダンスであるという観察研究があります。しかしそこに因果関係があるかは最近やっと研究が始まったばかりです。またそのメカニズムについてはまだよく分かっていません。私たちは MRI で脳の構造や活動を測定し、オキシトシンなどの生化学物質を分析することでそこに迫ります。この後お見せするビデオは、今回のご支援に対するリターンの一つであるオンラインダンスレッスンのイメージをつかんでいただくためのものです。皆様のご支援をお待ちしております。どうかよろしくお願い申し上げます。横長く両列指同士引っ張り合って、長い腕で前から横に行くだけ。お尻落とさ、体重落とさない、こう上げながら行くっていうのと、あと足がありました。足はこの はい、このポーズ取ったら骨盤横前、後ろから5番前、横、後ろ、次前から後ろ、早く前、横、後ろ、もう一回前、蹴って前、汗取って後ろ、はい、前から編んでる、前横後ろ前、後ろから当てる、前斜め前に、はい、後ろの足踏み出して後ろに5番